ごきげんよう。高齢者秋爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年1月の15日日曜日です。今日の午後2時からですね、すごい将棋対局がありました。それは第16回朝日杯、将棋オープン戦ベスト4をかけまして、藤井聡太竜王対増田康弘六段の対局であります。これはですね、まあ因縁の対局というんでしょうかね。実は5年半前に藤井聡太四段がですね、29連勝をやってマスコミがうわんさと来てる写真ですが、この時の対局相手が本日の増田康弘六段なんであります。いや、このマスコミの多さはコロナの時代には考えられないというかね、まあそれだけ将棋界が話題に上がった、将棋だけの現象でなくて社会現象というんですかね、藤井聡太さんのこう世に出る、将棋界が大きく花開く、このマスコミね、これが参りますね。そしてその相手が今から行われる増田康弘六段の試合でありました。まあこれここにちょっとここに置きましょうかね。ね、はい。そしてまあその因縁の対局で、藤井聡太竜王は五冠を持って、今と他の大タイトルにも挑戦しようかという勢いです。そして、増田康弘六段は解説者によると、いや六段はもうとっくに超えてるかなというぐらい実力あり、今また上り調子で調子がいいというところで、今日は持ち時間40分という、まあ、この短い時間の早指しですからね、まあ、どうなるかと思って、注目をしてさせていただきました。なんとこれはですね、最初はまあ角換わりというね、これは藤井聡太竜王の18番の戦法ですが、相手も角換わりをよく勉強されてます。そして今回思ったのは、今藤井聡太竜王は、日本の全棋手からすっごく研究されている一番の人ではないかと思います。ですから、藤井聡太竜王が、棋譜は全部ありますから、それを全部研究して研究して、どの棋手も一点集中、藤井聡太竜王を倒すためにすっごく研究してますから、まあ、どの棋士も研究してるわけですよね。藤井聡太竜王はもう何十人の人を研究しなきゃいけませんから、相手から言うと藤井聡太竜王はもう集中して研究してますから、かなり研究が進んでおります。今回もですから指し手の速さがもうとっと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 やって、本当は序盤はもうどんどん進みます。もうノータイムぐらい進むわけですよね。そして中盤に入ってもどんどん進む。そしてパッと手が止まるとき、それは研究している枠から外れたときにパタッと手が止まります。そっからが今度は将棋の気力というんですかね、力、実力、それが発揮されるところに入っていくわけです。ここの戦いもすごくまた今回は特に迫力がありましたね。今回はその枠を外れて、研究から枠を外れて、でもこの増田康弘さんは普段から、まあ、藤井聡太さんのことを研究されてるでしょうね。どん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 とこう積み重ねるうちに有利の方になっていくという、大体、藤井聡太竜王が途中で有利になるとだーっとあっと今の終わってしまうんですが、将棋の面白さというのは藤井聡太竜王がこう逆にこう攻められてちょっと危なくなった時に、この将棋の面白さがもう一気にまた開花しますね。もう今回ももう最後秒読み1分将棋、最初に1分将棋に藤井聡太竜王が入りました。ですから追い込まれてるわけです。ですからまあ将棋がこうも目が離せなくなって面白くなります。そして最後は両方とも秒読み、1分間将棋に入ってもう
打ちず打たれず、まあ、どっち展開するのかもわからないという、解説者もよく読めないともうわからないところは、いろんな形でどんどん、どんどんと進んでいきます。もう最後は1分将棋になって、かなりの手数が進んで、最後終わったのは169手目で、増田康宏六段の投了となりました。いや、将棋というのは、この王者が、今、将棋界の、まあ、トップに立って、藤井聡太竜王が追い込まれて逆境になると、もっと、やっぱ面白くなりますね。藤井聡太竜王がずっと書くと、スーッと、一気に手話しますが、もう終わったのか、まあ、よかったな、というぐらいの感動なんです。今回は、もう追われて、追い込まれて、もう、ちょっとの手を誤ったら負け、まあ、逆に言うと、増田康宏六段が全部正解と言うてば、藤井聡太さん、竜王を任すというぐらいの対局になったわけです。いやー、これはもう、解説者泣かせと言っていましたが、もう、打つ手がもう、前例がないところで、またその、レベルの高いところでのこの、打ち合いになりますから、もう、読めないという。もう、二人が集中して、もう、多分あの最後のこの1分間勝負の時は他の音は一切聞こえなくて、ただ2人とも将棋にずっと集中して、あるゾーンに入っていただろうと言われております。まあ見る方もなんかその他のものはもう関係なくて、ずっとそれに将棋の2人の将棋に集中してこーっと見ていくという、そういう将棋になりましたね。いやー、将棋って本当に奥が深く、対宇宙の再現といいますか、面白かったですね。今日は特にこの藤井聡太竜の逆転勝ちというこのところが、まだ面白いというところ、一気にもっと面白くなりましたね。こう強いと思って期待はしていましたけど、藤井聡太その期待よりもっと上の 100% とか上を超えていく、この勝負強さ、面白さが今回はありました。まあ、そこに将棋のこの今回の対局の感動するところがありましたね。いやー、面白かったですね。今日は、第16回朝日杯、将棋オープン戦、ベスト4をかけた藤井聡太竜王対増田康宏六段の対局、すごく感動する対局でした。169手目で、増田康宏六段が投了で藤井聡太竜王の勝利となりました。まだ来月2月になればですね、東京の有楽町で今度は準決勝から決勝と進む試合が待っております。楽しみです。期待したいと思います。